ダッシュでござい、どうも武田でございナマステ。ということで、なんと私武田今インドにいます。リアルナマステというところなんですけれども、同じチームメートの子が今 JICA でインドで仕事をしてて、インドの陸上選手に彼の持ってる知識を教えるっていう、まあ普通にコーチとか立場でこうやってるところに、今回僕らも大西団長と、あと翔子姉様っていうアクセルトラッククラブの3人で今回活動を見に来たというところになります。で、本日の朝着きまして、本当は昨日シンガポールに到着してシンガポールナイトを楽しんだ後、まあ、すぐインドのブバネシュワール、すみません、ブバネシュワールというところまで来て、こちらの会場がそのブバネシュワールっていう、その2014年にアジア大会、アジア選手権ってどっちか忘れちゃいましたけど、それでも開かれたことがあるという場所で、僕の友人の方も何人かそのアジア選手権とかアジア大会出てるから、ブバネシュワールっていう話でちょっと盛り上がったりもして、今回そこに私もこうやって足を踏み入れて皆様に動画届けれるっていうのはすごいありがたい話であるところなんですけれども、インドといえば日本とは違う文化とかいろんなものをこう私も何ていうんですかね、感じながら、文化の違いいろいろ感じながら頑張っていきたいなと思います。ナマステナマステ。チームの皆さんから、何ジュースだっけ、ココナッツジュース、ココナッツジュースいただきました。今回の支配人、失敗しなくて支配人、いや支配人、僕の動画にも何回か出てます、大谷くんです。大谷くんよろしくね、今回はよろしくお願いします。お願いします。ビシバシやってください。ビシバシやっていい、ビシバシやっていい。まあ俺が一番早いから。はい、そうですね。ジュース美味しいですか。ジュース美味しい、ココナッツジュースこれさ、なんかその辺の木から切って持ってきたの彼ら。違う、多分違う。違う、買ってきた。あー、釣りになった、釣りになった。ユタッチイエス、トゥリー、トゥリー、いいね。そう、こうやってみんなの名前を覚えていきながら頑張ってます。 RJ、 これチーム久しぶりに揃いました。おー、揃った。 RJ イケメン、モニー、モニー、おー、モニー、サントス、サントスという感じで、みんな仲いいんだ、いいねという感じで、まあ練習も一緒に頑張っていきながらっていう感じなんですけれども、まあどっちかといったらこの文化の違いとか、インドはこうやって頑張ってるんだよとか、物品も今回私たちもフォロワーの皆さん、イベントに来てくださった皆さんの力を借りてシューズも持ってきて、そちらも今回皆さんにお渡しするっていう、そういう活動もしてるんですが、そういうのもこう渡しながら陸上の輪を広げていくっていう話にもなってきますので、まあそういった映像などもいろいろこうしっかり皆さんにお伝えできたらいいなと思います。僕も今回みんなと仲良く流れながら素敵なインドライフを過ごしていきたいと思います。それではやっていきます。ダッシュで行こうぜ。ハロー、ハロー、ナイスミートゥー、マイネームイズマサ、プリズコールミマサ、プリズコールミマサ、コースケーズフレンド、アイムノットグッドイングリッシュバッツ、アイムジニアスコーチ、レッツエンジョイアンドハードエンジョイ、ハードエンジョイ、ハードエンジョイ、ヒズネームイズナイス TKD。 3、2、1。ダッシュ、ダッシュ、オッケーオッケー、まだまだだね、もうちょっとだね。3、2、1。ダッシュでいこうぜ。おお、ダッシュでいくぜ。おお、ナイスナイス、ダッシュでいこうぜ。オッケー、レッツバトル、レッツバトル、カムヒア、カムヒア、カムヒア、よろしくね。ナイスミートゥー、トゥー、ナマステ、ナマステ、ナマステ。マイネームイズショコ、ショコ、バッツ、ショコ、オソコ、オチョコ、オチョコラテ、オチョコラテ、エブリシングイズオッケー、エブリシングイズオッケー。マイ、マイターゲットイズリメンバーネームオールオブデム、ソーアイウィルトライね。オッケー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。イントロデュースインジャパニーズ、カモンカモンカモン。私はスリナッです。おお、ナイス。マサいける。私はハッサンティです。おー、いいね、上手。私はプリティです。うわ、プリティ、ナイス。私はマランティです。おー、マランティ。私はラクシムクティです。おー、私はルクです。ルクです、よろしく。私はデブラッジです。おー、ナイスナイス。私はナスリラです。私はティナです。ディティナです。お、完璧。私はモニです。完璧。私はサンダスです。よろしく。私はロビンドロカルニア。早いな今。早かったね今。え、早かったよ今。大丈夫。私はラウツシンです。おー、完璧。私はシンダです。エース。グループサブダン、レッツゴー、レッツゴー。おー、ナイス。Yeah, okay. Okay. Okay.
My sprint skill is very important for stability. Yes, sir. Do you know for stability? Yes, yes, sir. Ah, okay, okay. Three step. 1, 2, 3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 , 2,
Hey. Nani? Good. このために来たんで。いやでも楽しそうだよね。表情をぜひ撮っていただいて。大見さんが特に OTT で今回集まったやつですよね。そう、 OTT とあとは SNS で投げて送ってくれた方たちのものを持ってきました。聞いた選手たちのサイズなので送ってもらったんですけど、今回持ってこれてない分もちょっと。なるほど。実はあって、なるほど。それに関しては、まあ、またここに送るか、また別の地域に送るというところで、あの必ずお届けはしますんで、ちょっと、はい、いいですね。もう生でこうやって SNS じゃなくて、この瞬間たちは初めてでしたって。初めてです。僕はめちゃくちゃ真剣で、練習より真剣で。ピガサスか。使ってないじゃん。27もらおうかな。そんぐらい綺麗だよ、はい、これもだいぶ綺麗だね。アッパー綺麗だと結構喜ばれたりするから、うん、ちょっとそこで持ってきました。やっぱアッパーの崩れないと怪我しづらいですもんね。そうね、シンプルに。ソールとかなんかね、ゴム張り替えてくれたりとか途上国あるから、靴直しみたいなのあるから、穴開いてないのはやっぱ送るときにあのチェックしてもらえると、うん、いいかなっていう。彼らは大家が教えてる選手たちで、この州ではかなりスポーツに力を入れているそうです。まあ奨学金みたいな感じで月いくらかっていうのと、スタジアムに住むところと食事がついてる。あとは月本当に鉛筆とかノート買うぐらいのすごい安い賃金、選手生活をしている。その中で大会とか勝っていくと賞金が出て、それで生活をするというのが彼らのところらしいです。育成年代なので、それぐらいの月本当に数百円とかのお金しかもらえてなくて、上に行けばね、それはそれであのちゃんと企業とか国からお金が出て競技できるそうなんですけど、彼らはやっぱまだそのレベルにはない。ここからそのレベルを目指していくというところで、やっぱり道具がなかなか買えない、揃わないというところで、こんだけね立派な設備があるし環境整ってるなって思うから、本当に必要なのかなってちょっと思ってきたんだけど、やっぱり話聞くと、なんか靴に穴が開いて号泣しちゃうとか、でこの様子見ててもなんか本当に、ね、我々がだとなんかこうゴミ箱に行っちゃうようなものが、こうやって感謝してもらえて歌ってもらえるのはすごくいいなと思うので、まあ、できる範囲でね継続していけたらいいなと思うし、なんか久しぶりにこの笑顔に出会えたのは確かに良かったですね。来て良かったです本当に。ぜひまた。ありがとうございます。はい、すいません、僕翔子さんと大西さんがジンバブエとかいろんなとこに届けてるのをたくさん前ぐらいはお手伝いまでさせてもらったんですけど、まあもう 5,6 年経って僕もようやくこういう場所に初めて来て、正直やっぱこう生でこうやって見て現地の雰囲気とか選手の温度感とかっていうのを生で感じると全然違うしっていうのは本当僕今回感じて、やっぱお二人はもう多分翔子さんジャイカとかいろいろ経験されてると思うし、どうですかやっぱこういう瞬間。我々だけで、例えば私一人で、とてもじゃないけど無理だから、こうやってこう現地に来られた人も我々の思いに共感してくれる人がいるっていうのは非常にありがたいことだ。なんか例えば今日私たちたった20人とかで、じゃあこれをクソ私たちからで言うと、すごく大きなこの屋上が変わるかって言うとないかもしれないけど、少なくとも20人の人生の一つのすごい喜ばしい瞬間を作ることができる。それが今後のこうインドの陸上から見られるかもしれない。
おっしゃる通りで、なんかまあこの瞬間はね見てもらえれば多分わかると思うし、今翔子も言ったけど、じゃあこの活動が世界的に見てでも社会的にどんだけ意味あんのって言われたら、なんか焼け石に水じゃんみたいなところもあるし、ぶっちゃけ本当につながりあるところ教えてくれないから、本当に多分もっと地方で必要なところまではまあ行き届けてはないんだよ正直。だからそこにまだもどかしさもなんか、まあ、ぶっちゃけあるし、でもなんかこういう風につながる手に行けるんだよっていうことも分かって、なんかそういうことをやりたいって人が増えればさ、なんか今はアクセルのメンバーが中心になってるけど、トゥーラップスだってアブラハムスーダンとかに行ってるしさ、水野の飯塚店とかもルワンダに行ってるわけじゃないですか、うん、そうやってなんかそういうことをしたいって人が増えれば増えるほど、なんか陸上とか走ることを楽しみたい人にちょっと手助けするみたいなことが広がってくと思うから、なんかそれができればいいかなって思う。本当にこの1日だけでも僕が来てよかったなって本当に思える瞬間だったんで、まだ初日だけど、はい、いやもうすいません、何だけこんな声を上げて喜んでくれる姿を見たら、むしろこっちが幸せになる。そうですね、選び始めても1時間ぐらい経ってる、経ってるね、なんだかんだね、うん、いや嬉しい、意義のある活動だと思います。いや間違いないです。そのためにやっぱり物品ももらういただくこともね、あのもちろんだし、これ届けるための、ね、費用もやっぱりかかってくるんで、いろいろね、あの簡単ではない部分もありますけど、ね、まあ、本当に18年からね毎年できてるっていうのは本当にご協力あってのことなので、また来年も、はい、継続していけたらいいですね。はい、おーアディダス、 yes, アディダス、わー、ナイス、ノーネーネル、あらー、You happy? You happy? Yes, more happy. Thank you. よかった。ナイス、ナイス。You change shoes? Yes. Yes. Oh, ナイキ? ナイキ。ナイスシューズ。いやー、よかったね。ありがとう。あはは、You happy? Yeah! Yes, yes, good touch. Yeah! わー、ナイスシューズ。Yeah! Perfect shoes. You happy?Yes, sir. Yes, sir. Thank you. やった、よかった、よかった。ナイス、ナイス、ナイス。よかった。いやー、こういう感じで、ね、皆さん本当に幸せそうです。本当に届いてます。はい、皆さん届きましたー。イエーイ、ありがとう。いっせーので、ありがとう。1,2,3 ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。拍手。グループサウダー、ナマスカー、やーい、ナイス。 TKD の教えて日本語紹介。今日はインドに来てるんですけども、彼ジャパニーズイントロデュース、私のティナです。あー、OK、 チーナ、チーナ、ミーセイリピートアフター、 OK、 ちょっと待って、ちょっと待って、おー、ベリーナイス、ナイスナイスナイス。 In Japan? オンリーディスワード、 OK、 Yes、 OK、 OK、 ワンモア、ワンモア、ちょっと待って、ちょっと待って、あー、OK、 OK、 OK、 OK。 すごい、いや、え、嘘でしょ、人住んでんの、前方から野犬、怖い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 、え、普通にヤンキーから絡まれるぐらい怖いんだけど、ちょっと待って待って待って、怖い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 、夜は多いの、え、やめて、来てる、ちょっと待って、なんで来んの、やだやだやだ、怖い怖い、来んなよ、え、怖かった、ちゃんと絡まれたよ、怖っ。 OK, let's start。 1から10、意外と元気なの、俺、セブンです。お、レッツゴー、レッツゴー、え、歌っていい、ダン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 、おー、ちゃんと携帯も持ってんだね、へー、綺麗、うん、ハロー、オッケ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 ー、無駄なものが、ね、俺の部屋と似てるな、まあ、ちゃんと勉強もしてるよ、こっちもちゃんと勉強もしてる、みんな字上手だな、えぐい勉強してそうだな、うん、これ English? No, no, no. This is our language. Odia. Odia? Yeah. Oh. Nice. Nice. いいね。
何がある ?3 room?3 room? Yeah. Is sleeping. Ah, sorry. Robin. Oh. Yeah. 広い。ああ、オリア、いや、いいね、みんな優しい子なんだよ、本当に。ありがとう、Thank you、ありがとう。スタディ？Yes。スタディや。お、授業中に録音機してんじゃないこれ？Drink。これスタディ？Yes。スタディ？こっちはスタディでしょ？Yes。Project School。ビューティフォー。おお、字も綺麗だな。分からんけど。おお、字ってなんて言うんだ英語で。いや、ビューティフォー。ビューティフォー、yes yes yes yes。綺麗。おお、いや部屋も綺麗なんだよなみんな普通に。すごいです。トゥプトゥプ。チャイ飲めたら嬉しい。わわ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 わ。わわわわわ。何カーチェイスしてんの。何クリームあ、それグリーンチリです。あ、ちょっと辛いってことか。はい、ごめんなさい。うまそうだったから。大丈夫かな。あ、これ辛いよ。大丈夫。あ、辛い。あ、もう切れない。これいいよ。うんうまい。いっぱいありますよ。行きたい。原宿でも売ってそう。チョコテイスト。いや、感じないっす。ふざけんな。なんか選手の動画ある。え、めっちゃうまいじゃん。じゃじゃーん。そうなー。なんとかライス。たこ焼き。たこ焼きじゃないよ。え、違うの。むしゃらにやる系なんで。はい。マジでうまい。何のおかわりください。サムと。四つ目。あ、それがスポーツセンターの。ほんまこれ美味しいっすね。うまいっす。めっちゃむずいんですよね。こちら、なんていう商品ですか。玉こんにゃくです。玉こんにゃく。あ、違う。クラムジャムです。クラムジャム。クラムジャム。クラムジャム。半分に割っていい？いや、もう一個いっちゃってください。一個いっちゃって。ホット。ソーホット。ソーホット。ソーホットだって、ほら。芸人みたいな感じするじゃん。スパイシーな、香ばしい匂いが。実食。食べれますか？うん、食べれる。世界一甘いと言われてるお菓子、あのスイーツですね。そうなんだ。はい、めっちゃ辛いの食べてたから。あ、そっか。中和されてる。ありがたい。ああ、そういうあれなのか。美味しいか美味しくないかって言われると。普通。あ、普通っすか。ああ。オーマイガー。死ぬってマジで。ちょっと運転手楽しそうに笑ってるし。大方。マジで死ぬって。なんだっけ。ナマスカ。ナマスカ。よいしょ。TKD の日本語これ知ってればいいのコーナー。Your name, introduce. My name is Srinath Murmu. In Japanese. In Japanese. 私はスリナッです。わあ、スリナッくん。Repeat after me. Ready, start. 行けたら行くわ。行けたら行くわ。あ、いやいや。あの、新規だよ、新規だよ。行けたら行くわ。あ、yes, yes, yes. One more, one more. 行けたら行くわ。怖い。なんで早く渡んないの？なんでそんなゆっくり歩いてんのよ。ガチあぶね。あ、止まった。やった。怖かった。酒が売ってる街。まあ渋谷と変わんないけどね。こんな感じ。いつか誰かが来るんじゃないか。全部さ。なな。子供が遊んでる上で。お、子供だ。もうやばいだろ。これは。あ、香ばしいな。
Chinese name. Chinese name. Ah. Oh, thank you. Namaste. Namaste. Hi. Hi. かわいい。これ以上いけない？これ以上いけないですね。いけないんだ。シャラ？はい。シャラ、あ、そっち行っていいの？Namaste. Namaste. あ、香ばしい。秘密の通路だ。すごい。これこれ、鶏すごい優しい、みんなマジ一歩間違ったら危ねえからな。怖いね。だって全員がこっち見てるよ。全員がこっち見てる。この匂い、この匂い。ああ、これこれでも残るっしょ。残る。ああ、焼いてるの。干しエビ。食べ物。干しエビじゃない。食べれるの。かわいい、この子。TKD。ほんと。へぇー。体当たりだな。あー、あっちゃい、パオ。インゴレスっぽい。美味しい？いや、普通に美味しい。なんか変な味とか全然しないし。なんかない。ショコさんは？いただきます。何に出るかな？センキュー。おぉ。今にもあるよ、QR コード。確かに、QR コードある。生活用品。あ、これ、そうですね。うん。これ飲んだらやばい。いやちょっと僕でも勇気出ないですね。うわー、楽しかった。すげえ、ありがとう。たまにハイテクなんだよ。ちょっといいんだ。はい。いい街？安全な街？ゾーンだから、こういう私たちが来てもあんな良さな顔せずに受け入れてくれるみたいな感じで、いやもういきなり街に入ってみんながねこうやって話しかけても大丈夫。ナマスカーナマスカーナマスカー、ありがとう。すごいよ。ナマスカー、プレパンデープレパンデー、長老みたいな。あ、恥ずかしい。タッチ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 、オッケー。あ、イエーイ。タッチ Thank you。 かわいいね。Thank you。 スパイス効いてます？ちょっと効いてる。ねえ、もうそんな優しい顔しないでよ、君。本場のチャイラテ、うん、日本のスタバで飲んだチャイラテより美味しい。あ、美味しい、うん、スイー、本場のチャイラテでした。美味しかった。さあ今日も練習頑張るぞ。大方母乳タイム、あ、ある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 、うん、これは日本でもある。やるか。Which is Shuhei? Which is Shuhei? No. This? Ah, what is that? Then this. Ah, thank you. Shuhei! No! Oh! You win Shuhei! Yes! First position! TKD の日本語これ覚えとけば大丈夫のコーナー。パチ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 。Your name is Japanese. 私はワシントンです。
バサンティです。バサンティ Please say after me, okay? Say, okay? Say session. Please, okay? Look, watch. Look, watch. Look, watch. This motion. Look, watch. 終電あるから帰るわ。終電あるから帰るわ。帰るわ。Yes, yes, yes. Together, together. Watch. 終電あるから帰るわ。帰るわ。OK, OK, 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 OK. Japan, in Japan. OK. 完璧。男性に言ってあげてください。Come, in Japan.You should to say to men. 充電あるから帰るわ。充電ないから帰るわ。帰るわ。OK, OK, OK. そう。来るよ。Go, go, 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 go. No fit, you thought. Anyway, so how about get shot all day at the first time?Because your run up every time change, okay? Then I will manage. Just no thing. Just run up. The 17. Boom. 3, 2, 1. Dancing Bunny! やめろ。ノーノーノー。おやすみ。そうです。そう。またね。また会おうね。おやすみ。ありがとう、本当に。グッバイ。ということで、インド編終了しました。まずですね、現地の皆様もそうですし、アテンドしてくれた本当に仕事が忙しい中、ずっとつきっきりで我々をサポートしてくれた大谷くん、本当にありがとうございました。もちろん、お兄さんとショコさんも、あの二人がいなければ、僕も今回行くってこと多分なかったと思うので、このような経験できないような僕を誘ってもらって感謝しています。本当に皆さん、ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。物品提供してくださった皆さんはですね、私、YouTuber として、途上国に物品を提供するのを拡散してほしいっていうお仕事5年前ぐらい 1,2 回こうお手伝いしたことはあった程度で、何ですか、コミットしてないっていうか、僕が本当に皆さんありがとう言える立場ではないなっていうのはずっと感じてはいたんですけど、でもあのお二人がほぼ実費で途上国にシューズを送る、大量のシューズを送るので10万弱ぐらいかかるんですよ、1回送るのに。そういうのは自分たちの活動の経費とかでこう落としてやってたのを見てたので、まあまあ近くで見ていたので、あの二人の思いっていうのとかも僕の中で伝わってでいたので、まあ、今回このような現地で彼らの物品提供をして喜んでる姿っていうのを見れたっていうのも僕も本当に嬉しかったので、まあ、そこも本当物品提供してくださった皆様と、まあ、改めてお兄さん、ショーゴさんには感謝したいなと思っています。本当にご協力いただいた皆さんありがとうございました。まあ、4日間から5日間インドに滞在していて、こういろいろ感じたところがありまして、そういうものをこう現地で僕が見たことがなくて、で今回はインド途上国いう場所に今回行かさせていただいたんですけれども、行く前、まあ、いろんな文化に触れようぐらい結構軽い気持ちでこう足を運ばせてもらったんですけれども、行った場所もブバネシュワール、どっちかといったらこうインドの中でも、まあ、安全ですし、いきなり追い剥ぎにあったりとかそういうのって少ない地域ではあるらしいんですけれども、街の雰囲気とかは、怖かったです。かなりもちろん野犬も怖かったし、空港降りてすぐ軍の方がいて、その人たちもこうピストルを生身で持って歩いてたり、まあ、なんか日本でいうギャングみたいな、この人たち絶対悪いことしてるでしょみたいないう人たちが固まってガヤガヤしてたり、日本との比べ方になっちゃうんですけど、僕の本当の思ったことを包み隠さず言いたいなっていうところがあって、言うなればほとんどの人たちが7割から8割ぐらいの人たちは今回僕がお会いした人たち、日本にいるホームレスとか、都内の池袋とか新宿にいるようなホームレスの人たちより身なりは汚いし、匂いも香ばしいし、綺麗とは言い難い。第一印象、僕はそういう姿を見てかわいそうだなって、ちょっとこう半ば半分こう哀れみの目で見ていたというか、自分はこうなんなくてよかったなっていう思ったんですよ。
そう思った時に経験したことがなかったので、そういう人たちに囲まれて生活というか生で現地にこう行ってっていうところはこう正直そういう経験がなかったので、こうそう思った時に自分がこう嫌になったっていうか、もうモヤモヤずっとしながら生活してました。まあ、その中でたくさんお話しした子供たち、今回僕たちが関わった選手の人たちは下は14歳から上は23歳選手がいます。まあ、大西さんや大矢くんのお話もあったんですけども、やっぱあそこにこう行けるだけでやっぱりちょっとこう裕福というか、まあ、どっちかといったら生活が保障されてるような方々が多いっていう、なんかちょっとこうふんわり話を聞いてたんですけど、その中でもこう指が一本ない人とかもいたし、これも結局後から聞いた話なんですけど、現地にいる子供たちの実家、屋根がないところで住んでる人たちもいるしっていうのをこういろいろ聞いてた中だったんですけど、すごくみんな楽しそうにしてて、もちろん物品提供してすごく喜んでくれたって瞬間もこう見れてすごい嬉しかったんですけど、本当に心から多分陸上が好きで人と関わるのが好きで、だから僕たちもあんなアットホームな感じに来てくれたっていうところを身に染みて感じた時に、そういう心に僕はなれるのだろうか感じて、まあそれはもう文化の違いって言ったらもうそれまでなんですけど、多分無理で、絶対に僕の持ってない心の強さとかあるだろうなってこうこの4日間を通して感じて、で今回僕たちが物品を持ってきたり、まあ、陸上のノウハウを教えたりってこう届けに来たはずなのに、だからむしろこうパワーをもらえたというか、最後の方もこう別れる時もなんか寂しさなのか、もしかしたらっていうか、もう絶対会えない子も多分いるんですよ。僕がまた頑張ってインドに行っても本当にもう一生会えないかもしれないんじゃないかとか、いろいろ考えた時に自然とこう涙が出てきてしまって、こう今も思い出すと胸が痛くなるところもあるんですけど、そう思って日本に帰ってきて今約1ヶ月弱経つんですけど、あの中の選手の一人が、家庭の事情で陸上を続けるっていう夢を諦めなければならない子が一人いて、しかもその子が一番若くて、それを聞いた時に多分ね彼はしょうがないと思って多分こうこれから生きていくんですよ。でもあんなに陸上が好きで楽しそうに駆け回って一緒に頑張ってたのに、その夢が全て奪われてしまう。多分もしかしたら生きるために一生陸上ができないかもしれないっていうのを聞いた時に本当に胸が痛くて、すいません、あまりこう言葉になかなか表せないんですけど、辛かった。もうその事実を受け入れて頑張っていくしかないってしかできないっていうのが一番辛いですね。楽しそうにやってたのにねっていうちょっと、経験もしました。まずちょっと話が飛び飛びになってしまってるかもしれないんですが、競技場の中から一本大通りを挟んで街の中に入ってきたシーンがあったと思うんですけれども、あの中でも片方目がかっていうか、なんか不衛生な病気で多分なったんだろうなっていう目の人がいたり、鼻にもう一個穴が開いてる人がいたり、わかんない、その裏に何があったかちょっと正直そのまではこうあんまり分かんなかったんですけど、水もすっごい汚くてみんな服ボロボロでだったんだけど、まあその中でもやっぱりインドの中では裕福な生活をしてるっていうコメントもあったんですが、もちろんその時もこう自分が哀れみの目じゃないけどこうなんなくてよかったなって思ったんですが、すごい幸せそうだったんですよ。みなりが綺麗 でカメラ回しながら入ってくる僕たちを見たら普通こうよく思わないっていうか、文化の違いって言ったら終わっちゃうかもしれないんだけど、みんなすごく温かく受け入れてくれて、最初結構若い、兄ちゃんたちがこう囲んできて、その時も怖かったんですけど、結局こういうとこなんだよっていうのを全部街の案内してくれたり、帰りまで送ってくれたり、あったかかったんですよ。全てのスケジュールが終わって日本に帰ってくる時、こう自分の中でこう答えが出ないというか、いやどういう感情だったんだ俺は、結局その哀れみの目で見てたりしたけど涙流したり、こう胸が痛くなったり心があったかくなったり、そういろんなものがこううまくしかもモヤモヤしてたんですけど、その後ねお兄さんとこうお話しする機会があって、すごいお兄さんのノートですごくもう僕が思ったことを整理してくれてるような、それが答えみたいないうところをこう気になる方はぜひ概要欄に貼っておくのでそのノートを見てほしいんですが、僕自身感じたのは幸せとか価値観とかっていうのは我々が測るものではないのかなっていうのはちょっと
感じました。その比べ方は違うでしょって思うかもしれないんですけど、でも仕事いやいややってる人たちの目ってすごい死んでるんですよね。まあまあもちろんその人にもこう守るものがあったり、生きるためにやってるはずだから、その一概にこうって僕も言いたくないんですけど、まあそれも今回の答えに当てはまってて、でもインドの現地の彼たちは我々日本人からしたらもしかしたら不衛生で生活は裕福でないなって思うかもしれないけど、すごい短い期間だったらそこで判断するのも良くないと思うんですけど、確実にみんな目はすごく生きてて生き生きしてて楽しそうで、珍しいものを見たからそう思ってたのかもしれないんですけど、でもなんか第一感楽しそうだな、なんか幸せそうだなって思ったんですよね。人それぞれ生まれてくる場所、生まれてきてからの環境をもちろんみんな違うわけで、それぞれこう価値観とか幸せってかなり変わってくると思うんですっていうのと、あとそういう人たちもいるっていうことを自分がこう知ることで、なんかもっといろんな人、辛い人とか大変な人にこう寄り添ってあげれるんじゃないかなっていうのは、今回の活動を通してでお兄さんの話を聞いて思えたというか、なんかそこは確実に行動にできるかわかんないけど、思いとしてこう自分の心の中に芽生えたものだったので、これからの活動、もちろん YouTube の活動もそうですが、まあ、人生、これは人生です。人生に関して一つステップアップできたなっていうのは今回のインドの遠征を通して感じました。インドに行けば価値観ぶっ壊れるよみたいないうのは最初言ってたんですけど、価値観が壊れたっていうか本当に知れてよかったなっていうのは思います。多分これから僕もなんかそういう辛い人を見て、辛い人とかかわいそうな人を見た時に、多分心のどこかで絶対哀れみの心っていうか、まあ、かわいそうだなって思ってしまうこともあると思うんですけど、そういうのをしっかり受け入れて、僕に何かできることがあるかもしれないし、できないかもしれないし、でもその事実を知ってるっていうだけで自分のこれからの人生の見え方っていうのはいろいろ変わってくるんじゃないかなっていうのは感じました。だからね、この動画を見て僕は皆さんにこう思ってほしい、こうしてほしいっていうのも正直僕はナンセンスだと思ってるので、何かを感じ取ってほしいなっていうぐらいの感覚です。はい、僕の思いがとか感じたことを今回皆さんに 10% でも 5% でも届いていたら嬉しいなと思います。ちょっとかなり多分動画で尺的に長くなってしまったと思うんですけれども、すみません、皆さん長い時間ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。